おはようございます。おはようございます。本日は、第55回沿岸教育婦人会仏教婦人会連盟大会に、お越しくださいまして誠にありがとうございます。皆さんお元気ですか？体調が優れないなと思ったらすぐに教えてくださいね。無理しちゃダメですよ、ね。本日、今大会のご講師として、日本から内藤智康先生にお越しいただいております。内藤先生はですね、仏教、福井教区の、若狭村覚城寺のご住職でございます。でまた龍谷大学名誉教授でもあり、そして本願寺派の、漢学様であられます。漢学というのは、御門主の諮問機関でありまして、旧学の面で本願寺を根本から支えておられる、もう大変重要なポストでございます。恐縮ではあるんですけれども、私の志望も内藤先生と同じ若狭村でありまして、私の両親と兄が内藤先生ご夫妻にいつもお世話になっております。特に兄とね、話をしておりますと、内藤先生のお名前がたびたび出てまいりまして、兄曰く、数多くおられる先生の中でも内藤先生ほど尊敬できる方おられない、またそういう先生がお近くにおられるというのは大変ありがたいと言ってね、いつもこう喜んでおるんですね。ですから私もこうして内藤先生のお話を久しぶりに聞かせていただくということで大変楽しみにしております。今日はですね、内藤先生の方から、お寺の心と題しまして、ご講話を頂戴いたします。限られた時間ではありますけれどもね、今日は12時半まで、中に1回休憩を挟みますけれども、最後まで、ごゆっくりご聴覧ください。よろしくお願いします。12時半までですね。はい、一回トイレ休憩も挟むと思いますご聴覧いただきます。はい、ありがとうございます。それでは内藤先生、よろしくお願いします。光に教二門というは、史上仏願の正気本末を聞きて疑心あることなし、これを門というなり。信心というは、すなわち本願力栄光の信心なり。歓喜というは、心身の越を表すの顔ばせなり。内視というは、多少を接するの言葉なり。一念というは、信心二心なきがゆえに一念という、これを一心と名付く。一心はすなわち清浄法土の真意なりと。何万だ何万だ。おはようございます。おはようございます。今向島先生からご紹介ありましたように、日本から参りました内藤でございます。また向島先生からご紹介ありましたように、途中で一回休ませていただきます。長い話は困るというこういう要望をいただいておりますので、30分ほど話をいたしまして、そして休憩して、その後また30分ほどこういう予定をしております。沿岸教区の仏教婦人会の大会ということで、ございますが、仏教婦人ということで、考えますと、私たち、浄土真宗におきましては仏教婦人、第一号は維新さんでございますね。仏教婦人の私は浄土真宗の仏教婦人の第一号維新さんでございます。で、維新様に関しましてはですね、いろいろな研究がございます。で、かつてはですね、維新様、親鸞聖人の言うがままに、親鸞聖人が流されて新潟に行くときにはついて行かれる、新潟から関東へ帰るときにはついて行かれる、そして関東からまた京都へはついて行かれる、こういうふうに、真理様というお方、そして、お互いに、親鸞聖人は真理様を観音菩薩の化身、
真理様も親鸞聖人を観音菩薩の化身とこう仰がれていた、まあ、こういうふうに言われてまいりました。しかし、まあ、最近の研究では、必ずしもそういうものではないだろうということのようであります。つまりあの時代ですね、日本では、まあ、平安時代から、まあ、鎌倉時代にかけて実は女性は非常に自立していたそうであります。経済的にもそれから何もかも自立していたというそういう時代であります。例えば今申しましたように親鸞聖人、法然上人のお弟子として、まあ、お念仏の教えというものが、よくない、お念仏一つで他の行はしなくていいという法然上人の教えはよくないという、まあ、こういうふうに言われて、そして親鸞聖人は新潟県ですね、今の新潟県、越後の国に流罪という、まあ、こういう罰を受けたわけでありますけれども、その時に真理様がついていっておられます。しかし、必ずしも当然のことではない。まあ、あの当時の法律ですね、当時の法律ですと流罪ということになると奥さんは連れて行かなくてはいけないというこういうルールであったそうですね。ただしその今のようにちゃんと戸籍があるわけでもないですし、で、結婚式もどういう形で挙げるのか、今の結婚の形とは大違いであります。で、まあ、基本的には平安時代末期と、まあ、貴族でございますので、親鸞さんも貴族の出身、親鸞聖人も貴族の出身ということでありますが、貴族の結婚というのは男性が女性の家に通うという、まあ、こういう形であったわけですね。で、まあ、一応の結婚というようなことはみんなに披露することは行われたようですけれども、まあ、先ほども言いましたように、別に戸籍があるわけではない。ですから例えば親鸞聖人が新潟へ流される時に真理様が、私はもう離婚しておりますこう一言言えばもうついていかなくてよかったわけですね。私は離婚しておりますこう一言言えばもうそれだけで別についていかなくてよかったということであります。ですから真理様が親鸞聖人についていかれたということはこれはまさに自発的についていかれたんですね。真理様ご自身が決められたついていくということを決められた。ずっと後の日本になりましたら、ずっと後の日本ですと、夫の行くところに妻がついていくのは当たり前だという、まあ、こういう状況であったんですけれども、その時代、親鸞聖人の時代は必ずしもそうではない。親鸞聖人が、越後に流される、別に親鸞聖人好んで行かれるわけではないですから、流される時に、私はついていきたくない、京都にいるんだと、こう思われたならば、それは越真理様京都に残ることは十分できたわけです。それでもなおかつ越真理様は親鸞聖人の後をついていかれた、一緒に行かれた。でまた親鸞聖人が流罪を許されて関東に帰る時もこれも同じであります。もう私はこんな田舎の、まあ、新潟県でございますからね、当時ですと田舎であります。もうこんな田舎は嫌だ、都に帰りたいと思えば当然帰ることはできたわけであります。しかし真理様は親鸞聖人とご一緒に行かれた、まあ、あの流された土地の越後というところも真理様の関係の方がですね、この越後の地のですね、まあ、いわゆる地方長官のような位置におられた。でそしてその時点では今度は親鸞聖人のおじさんが、まあ、その地方長官というような形で行っておられて、でそして関東の方もですね、関東の方もちょうど本拠とされておられた稲田というところがございますが、その近くにこれはおそらく真理様がお仕えしただろうと言われておりますが、九条兼実という、まあ、時の関白
でございますが、この方の娘さん、この方の娘さんは、後醍醐天皇の中宮になられた、奥様になられた方ですから、まあ、相当な勢力者です。明神様はこの方に仕えておられた、まあ、こういうふうに一応考えられているんですけれども、その九条兼真の娘さんの、いわゆる荘園、その人の管理する土地がすぐ近くにあったということで、関東に行かれても、まあ、それなりのこと、まさに絵心に様のお力添えというものが非常に強かったというように考えることができます。で、当時の夫婦関係というのは、これはお互いに、とりあえず信頼し合って、でそしてお互いに、話し相手になるというのが一番だったようですね。特に貴族、まあ、中級ではございますけれども、貴族の夫婦というのはまず女性はですね、生まれてから、まあ、いろんな教育を受けていくわけですけれども、まずその男性としっかりと話ができるという、まあ、こういう教育を受けることが大事であったようです。ですからお互いに話をするし、何所にも衛心寺様を頼りにするという、まあ、そういう状況であったというふうに考えられます。まあ、こういうことを考えますとですね、女性が自立している世界ということを考えましたならば、まあ、このアメリカのご婦人の方の方が、当時の衛心寺様のあり方と近かったんじゃないかというふうに思います。まさに様々な面で、日本の女性に比べてです、アメリカの女性というのは本当にこう経済的にも何もかも自立しておられると、そういうことから考えますと、衛心寺様と親鸞上人、衛心寺様が親鸞上人を支えたというよりも、お互いに信頼してお互いに支え合って、そういう中で お祈りというものが広まっていったということを、こういうふうに考えることができますので、この円願教の仏教婦人会で、お話しできるときにまずこのお話をしようと、アメリカのご婦人の方の方が親鸞上人と衛心寺様との関係ということに近い、まあ、そういうものをずっとこれからも築き上げて行かれるんじゃないかと思ったわけでございます。で、まあ、お寺ということについて、今日の話のテーマでございますけれども、まあ、仏教のお寺ということですが、実はそのお寺というのがどういう場所か、お寺というのがどういう場所かということがですね、同じ仏教であったとしても、同じ仏教であったとしても、それぞれの教えによって、そのお寺の意味というものは違ってまいります。まずその仏教とはどういう教えなのかということから、まあ、話を始めないといけないんですけれども、まあ、よくその仏教とはどういう教えですか、一言でという、まあ、こういう質問が来たりするそうです。こちらもあるようでございますけれども、日本の京都でも総合研究所というところがあって、そこでテレフォン相談というのがあるんですが、そういうところにも、まあ、そういう質問が時に来ると、まあ、仏教というね、これだけ長い歴史を持ってこれだけ様々な教えがあるのに、一言でと言われると大変難しいんですけれども、もし仏教とはどういう教えかということを一言で言うならば、それは正しく物事を見る目を身につけるのが仏教です。まあ、こういうふうに言うことができます。で、正しく物事を見る目を身につけるということは、これ口で言うのは簡単ですけれども、実は非常に難しいことなんですね。こういう例の話、一つ例え話がございます。私の友人の話なんですが、その私の友人の家ではですね、まあ、お寺でございますが、晩ご飯、まあ、ディナーですね、晩ご飯の後片付け、あと食器を洗ったりすることがですね、お母さんと、それから子供たち2人、男の子と女の子であります。まあ、それが代わり晩子にすると、まあ、交代です、こういう決めになっていたようです。このアメリカの地ですとね、
どうしてお父さんはしないのかという話になるかと思います。必ずそうなるかと思いますけれども、まあ、とりあえずそこの家ではそういうお取り決めになっていたということです。で、ある日子供たちが後片付けの晩であって、お父さんとお母さんは今で、テレビジョンを見ている、 TV を見ている。で、台所では、キッチンでは食器を洗うとカチャ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 という音が聞こえてきて、二人で何か喋りながら、時には笑い声が聞こえてくる、そういう状況だったそうですけれども、突然そのガチャンという音が聞こえてまいりました。ガチャンという音が聞こえてきて、そしてその時にお母さんが大声で、あ、終わったと、まあ、こういう大声が聞こえたんですよ。あ、終わった。でこれだけですと別に何の不思議もない、まあごくごく普通の話であります。ところがそれから何日か後に、今度お母さんが洗い物の番であって、子供たちとお父さんが今で、テレビジョンを見ている。同じように、食器を洗う音が聞こえてくる。お母さんの鼻歌も聞こえてくる。で同じようにガチャンという音が聞こえてくる。同時にお母さんの大きな声、あ、割れたという音が聞こえてくるんですよね。わかりますよね。日本語のことですけれども、子供たちがした時には、あんたたちが割ったんだという責任を追及する言い方になる。ところが自分がした時には、まるで自然に割れたかのように、割れたという、こういう言葉を出す。これは正しく物事を見たことにはなっていません。同じ状況だったら同じように見ないといけないのに、自分がした時には責任を逃れようとする、人がした時には責任を追及しようとする、これは正しいものの見方を身につけているとは言えないわけですね。で、まあそのお母さんもお寺の坊守さんですから、すぐ言い直したそうです。あ、お母さんが割ったというふうにすぐ言い直したそうです。すぐ言い直したんですけれども、とっさの時に、あ、割れたという言葉が出てくるということは、私たちの心の奥底深く、そういう考え方が根付いているということなんですね。で、そういう間違ったものの見方しかできない私たちに、正しいものの見方を身につけなさいと、こう教えるのが仏教だと。ごく簡単に申しますと、正しく物事を見る目を身につけるのが仏教であると、こういうふうに言うことができます。で、そういう正しく物事を見る目を身につけるというのは、口で言うのは簡単ですけどね、口で言うのは簡単ですけれども、先ほども申しましたように、私たちには自分中心の考え方いうものがガンとして根付いております。で、これはある意味仕方がない。仕方がないというのはどういうことかと申しますと失礼しました、私たちのこの目はですね、私たちの頭についてるんですね。当たり前の話ですけど、私たちの目はこの頭についております。どういうことかと申しますとですね、私たちがこう周りを見渡すときにはいつでも私が世界の中心にいるんですよね。私のいるところが世界の中心なんです。私が見る場合には。そういうことでも、ものが見えるようになった時からずっとそれですからね。いつも自分が世界の中心にいるという見方をずっとしてきたわけです。世界の中心に私がいるんだ。まあ世界の中心という言い方ですけれども、世界地図で見ると面白いですね。世界地図では必ずどこの国の地図でも自分の国が真ん中にあります。必ず自分の国が真ん中にあります。で、日本の地図ですと、まあ、日本が真ん中にあります。アメリカの地図ですとね、日本端っこの方にあります。本当にね、地図の端からこぼれそうそういうところにあります。あれはどっちでしたかね、その確かね、日本が右端でしたかね、アメリカの地図。
で、ハワイが左端なんですね。ハワイが左端。面白い話があるんですけれども、ちょうどまあ先の戦争の時ですよね。太平洋戦争、まずちゃんと宣戦布告が遅れたというようなことも一つ大きな問題であったわけですけれども、日本がハワイをこう攻撃した。で、宣戦布告もせずに攻撃して非常に卑怯な国だと、まあ、こういうふうに言われたわけですね。で、その時にですね、日本は卑怯な国だと。地図の裏側から攻めてくるという、まあ、こういうふうに言った人がいましたですね。もう確かにものすごく離れてますからね、アメリカの地図を見ますと正反対です。で、裏を通るとすぐなんですけどね。裏を通るとすぐなんですけども、正反対。でもそういう地図を見てるだけでも、今度はなんか、日本の地図見てるとね、まさに日本が世界の中心みたいにこう思ってしまうんですよね。で、そういうその自分中心のものの考え方というものが、私たちにはガッと根付いている。で、これをなくしていくということが実は大変大変なことなんです。で、親鸞聖人が20年間おられた比叡山というところ、親鸞聖人も比叡山でさまざまな修行ということをなさったんですが、この修行というのは全部ある意味自分中心のものの考え方を離れようという、こういう修行であったわけです。で、自分中心のものの考え方から離れるのに、こういろいろそれを邪魔するものがある。つまり、正しく物事を見る目を邪魔するものがたくさんある。正しく物事を見る目を邪魔するもの、これを仏教では煩悩という言葉で言い表しています。煩悩というのは結局、正しく物事を見るのを邪魔するものなんですね。煩悩の中には大きく、非常に代表的な大きなものが3つあると言われます。1つが貪欲と言いますけど、要するに欲しい欲しいという欲の心ですね。欲しい欲しいという欲の心。で、2つ目が怒りの心。自分の思い通りにならないとすぐ腹が立つ。まあ、多かれ少なかれ誰でも持っておりますよね。自分の思い通りにならないと腹が立つ。で、三つ目は愚かさと言われます。で、これ全部正しく物事を見るのを邪魔するんですね。まあ、一般的にもね、まあ、日本ではこう言うんですけど、こちらでどうですかね。欲に目がくらんでという、こういう言い方がありますね。欲に目がくらんで。目がくらむということは、正しく物事を見させないということですね。怒りもそうですよね。怒りに目がくらんで、カーッと頭に血が昇ってきますとね、冷静な判断ができなくなります。正しく物事を見ることができない。自分中心のもの、ものの見方を離れるというのは、ある意味、本当に冷静なものの見方ができるということでもあるわけです。やはりこう、欲しい欲しいという心とか、怒り腹立ちの心、カーッと頭に血が昇るというようなことは、そういう冷静なものの見方を邪魔するものですね。愚かさもこれも当然、正しく物事を見ることを邪魔します。ですから、仏教というのは最終的には、正しく物事を見る知恵を身につける。これは仏教であるということになります。で、そして、正しく物事を見ることを邪魔している、いろんな煩悩をなくしていくわけですね。いろんな煩悩をなくしていくためにそういう修行ということがあります。で、仏教の行には、例えば、伏せ行という行があるんですね。伏せ行。伏せ行では、お伏せという言葉がありますから、使われることもあるかもわかりませんが、伏せ行というのは、自分の持っているものを他の人に与える。まあ、人とは限らないんですけどね。ただここで大事なのは与える方が大事じゃなくて自分が手放すということが大事なんです。無制御の一番大事なところは手放すところにある。で、まあそういう意味から申しますと、いらなくなったものを手放すのはこれ当たり前の話です。ね。いらなくなったものを手放すのはこのような無制御とは言いません。無制御というのは自分にとって大事なものを手放さない。まあ、結局これは私のものという欲という煩悩をなくしていくための訓練なんですね。これは欲という煩悩をなくすための訓練として自分のものを手放すということです。
で、お釈迦様のお話お釈迦様がこの度悟りを開かれた、インドの釈迦族という部族の王子としてお生まれになって、そして、29歳の時、王子の位もそして、奥様もお子さんも全部捨てお城を出られて、そして、修行をなさって35歳の時に悟りを開かれた、こういうふうに言われております。たった6年なんですね。たった本当にたった6年です。親鸞聖人は9歳から29歳まで20年間比叡山で修行をなさったけれども、悟りを開いて仏になれるどころか全く仏様に近づいていない、そういうあり方であった。お釈迦様はたった6年で、仏教の考え方はですね、仏教の考え方というよりも当時のインドの考え方は、命は繰り返されるものである、こういう考え方であったわけですね。今の命が終わると次の命を受ける、その命が終わるとまた次の命を受ける。で、実は仏教という正しく物事を見る目を身につけるのは、そういう繰り返しから抜け出すという、こういう意味が非常に強かったんですね。繰り返すが、繰り返しが、これが一番苦しみの根っこにある。まあ繰り返しの恐ろしさというのはね、終わらない、苦しみというものが死んで終わるんでしたら、ある意味一つ逃げ場はあるんですけれども、ところが命終わっても次この苦しみが解決しているかというと、そうは言えない。ひょっとするともっと苦しいあり方になるかもしれない。今はまだマシかもしれない。もっともっと厳しい苦しみの世界がいっぱいある。今はまだマシなあり方にある、そういうこともありますので、ですから苦しみの一番の原因、この繰り返しを何とかしないといけない。この繰り返しから抜け出すということが、実はこれが悟りという世界だというふうに言われております。ということは、今の命の前の命もあった、その前の命、その前の命もずっと無限の過去から生まれ死に生まれ死にということを繰り返してきたんだと、そういう考え方の中で、お釈迦様はたった6年で悟りを開かれたけれども、実はそれまでに、これまでの数限りない多くの命の中で、ずっとこう悟りを開くための道を歩んでこられたんだと、こういうふうに言われております。で、そこでお釈迦様が例えばどういう命を生きられたのかというような話がいろいろと残されているんですけれども、そういう話の中には、例えばですね、年を取った虎がいる、まあ、年を取っているので、その顎の力も弱っている、物も食べることはできない、元気な頃でしたら人間の骨ぐらいバリバリとこう噛み砕けたのに、それができない。で、それを見られたお釈迦様の前の世の、前の世のお釈迦様がですね、この虎はかわいそうだ、この虎に私の身を食べさせてやろうと、ただ今すぐ食べろと言っても骨を噛み砕く力も残っていない、そこで高い崖の上からして飛び降りて骨を砕いてしまって、そして食べさせたという、こういう話があります。これ実は不正業なんですね。自分にとって一番大事な命さえすっと手放すことができる、そういうことを繰り返していけば、欲しい欲しいというような煩悩はなくなるんだ、まあ、こういう道はある意味私たちには歩むことのできない道だと、これぐらい厳しいもんだというふうに言うことができます。で、親鸞聖人の比叡山というのは、さすがに今申しましたように、自分の命をすっと捨てるぐらいの、そこまではなかったですけれども、例えば90日の間横になって眠ることも許されないというような行、そういう行も親鸞聖人なさっていかれた。しかし親鸞聖人はそういう行をしても少しも自分の煩悩はなくならない、
なくならないどころか逆に増えたんじゃないかと思うような、そういうご自分を発見されたんだ、こういうふうに言うことができます。でこのように自分の力で一生懸命に努力していろんな行をして、そして正しく物事を見る目を身につけていこうという、そういう仏教と、私たち浄土真宗は、私たちはいくら頑張っても正しく物事を見る目はできない、それに役立つようなことができない、私たちその私たちのために、自分の力では正しく物事を見る目を身につけることができない、そういう者たちに正しく物事を見る目を与えよう、こういう願いを起こしてくださった阿弥陀様というお方がおられる、これが私たち浄土真宗の教えなんですね。仏様に向かって一生懸命に自分から近づいていこうという教え、今ここにいる私に対して、私に向かって仏様が私を救うために来てくださるという教え、仏教にはそういう二通りの教えがあるんですね。仏教にはそういう二通りの教えがあって、それによって実はお寺というものの意義ですね、お寺が一体何のための場所なのかということも変わってきます。それによってお寺の意義というものも変わってくるわけです。そういうところで私たち浄土真宗のお寺はどういう意味を持っているのかという話をこれからさせていただきますけれども、30分ぐらい経ちましたので、ちょっと休憩を取らせていただきたいと思います。それでは10分ほどトイレ休憩を。で、ところが浄土真宗のお寺ではない、例えば天台宗のお寺とか禅宗のお寺とか、そういうところはこのお寺ですと一段高く上がっている、ここが非常に広くて、皆さんが座っておられるようなそのスペースは非常にこう狭いスペースになっております。なぜかと言いますとですね、一般的にお寺というのはお坊さんが修行をする場所なんですね。お坊さんのための場所、お坊さんが修行をするための場所、あるいはこういうふうにお坊さんが儀式をするための場所、そういう場所であって、必ずしも一般の方がお参りするための場所じゃないんですよね。日本に行きましたらよくわかります。日本の奈良とか京都とかで古いお寺がいろいろありますけれども、そういうお寺本堂入りましたらですね、もう一歩進めばもうそこから先は行けないような形になっている。ところが浄土真宗のお寺はこういう場所が広いですね。どういうことかと言いますと、浄土真宗のお寺というのはお坊さんが儀式をする場所でもあるけれども、もっと大事なのは皆さんがお話を聞くための場所。浄土真宗のお寺というのは皆さんがお話を聞くための場所でありますので、それで、そのお話を聞くために来られる皆さん方のためのスペースというのが非常に広いわけです。日本のお寺も同じです。日本のお寺も浄土真宗のお寺とそれ以外のお寺というのは作り方が全然違っています。浄土真宗以外のお寺というのは、例えば禅宗のお寺でしたら儀式をする場所、あるいはお坊さんが座禅をする場所、基本的には修行をするための場所、先ほども申しましたように仏様に向かって私たちがだん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 と近づいていこうとする、そのための場所。ところが浄土真宗のお寺というのは、これも先ほども申しましたように、私たちのために願いを起こしてくださった阿弥陀様という仏様のお話を聞くための場所、お話を聞くための場所ですから、そのお話を聞く人たちのための場所が広く広く取ってある。浄土真宗のお寺の意義ということを申しますと、何のためにお寺へ来るのかというと、もちろん
この中のお坊さんたちと一緒にお経をあげるということもありますけれども、もっと大事なことはお話を聞く、そのためにお寺へ来るんだというのが浄土真宗だというふうに言うことができます。で、一体そのお話というのはどういうお話を聞くのか、先ほども申しましたようにまさに阿弥陀様のお話、阿弥陀様という仏様のお話を聞くわけですね。親鸞聖人はですね、聞くというのはどういうことかということをお示しになります。で、その聞くというときにですね、まあ、漢字で書きますとね、新聞の文という字を書きます。仏教ではあれを文と言いますね。まあ、漢字というのはね、もともと中国の字 でそして、中国はあれだけ広い、そして歴史も長いわけですから、土地によって地域によってあるいは時代によって漢字の読み方がいろいろあるんですね。同じ漢字であってもいろんな読み方をする。まあ、中国でその漢字の読み方がみんな違うという発音が違うわけですね。まあ、こんな、笑い話があります。今は必ずしもそうじゃないんですけれども、日本人の観光客が、中国へ出かけて、で、まあ、中国というところは必ず中国人のガイドがつきます。現地のガイドがつきます。で、盛り場を歩いてますとですね、中国人がなんか中国語でベラベラベラと話しかけてくる。で、まあ、その人、私中国語わからないという、私日本人中国語わからないとこう返事したんですね。そうするとまだその中国人ベラベラベラとなんか言いながら向こうへ行ってしまう。ふっと横を見るとその現地のガイドがですね、こうお腹を押さえて笑いをこらえてるんですね。どうしたのか、一体今の話はどうかと聞くとですね、あの中国人は道を聞いてきた。道を聞いてきて、あんたが日本語で答えたら、相手の中国人が、お前の中国語は訛りが強くて分からない。それぐらいに中国という国はね、同じ中国人でも言葉が通じて、まあ、思いましたけどね、一度インドへ、インドへ行ったことがあるんですが、インドの人たちというのはね、同じ顔つきをしています。ところが、北インドの人たちと南インドの人たちと言葉が通じないんです。同じインドでありながら、もともと民族が違うとね、言葉が通じないんです。アメリカと正反対だなと思いましたね。いろんな顔つきをしている人がいるにもかかわらず、みんな英語が通じる。これアメリカですよね。日本もね、陳俊信さんという作家がおられましたけれども、亡くなられました。つい最近亡くなられた。その方が書いておられましたね、ニューヨークの道を歩いていると、白人のおばあさんから道を聞かれた。日本では考えられない。日本では東京の街中で、日本人が白人に道を聞くなんてことは考えられない。ところが、アメリカではニューヨークの真ん中で白人が黄色い顔をした私に道を聞く。まあ、これは結局ね、先ほども申しましたように、顔つきは違っても皆同じ言葉を喋っている世界だから、そういうことが起こってくるわけですね。まあ、話を元に戻しますとね、聞くという感じでも読み方はいろいろあります。まあ、私たち仏教では、もという読み方をします。同じ聞くという漢字でも、聴という漢字があります。聴もという言葉がありますけれどもね、どちらも聞くという漢字です。で、どちらも聞くという漢字なんですけれども、実はちょっと意味が違うそうです。で、聴もの聴という漢字はですね、漢字の辞書を行きますと、耳が声を待つとこう書いてあります。耳が声を待つんだ。だからこう聞くんですね。これが聴という意味。でそれに対して門というのは声が耳に入るというこういう説明がされています。向こう側から声が耳の中へ飛び込んでくる、こういう言い方がしてあります。まあ、会話をしておりますときにはね、相手の話を聞いております。ところが、まあ、例えばカクテルパーティーとかでね、みんなワイ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 言いながら喋ってるときに、例えばちょっと離れたところのグループで自分の名前が出てくるとふっと聞こえますよね。
自分の名前が出てくるとね、それまでは自分に関係ない話だろうから全然何も聞いてないんですが、自分の名前が出てくるとその自分の名前だけパッとこう耳に入ってきますよね。こういう聞き方が門という聞き方だ。こういうふうにこう漢字の文字の説明にはそういうふうに書かれてあります。ですからこの私たちのこの場所ですね、浄土真宗のこの場所、聞くための場所というふうに申し上げましたけれども、その聞くための場所、聴聞という言い方もされますけれども、聞聞という言い方もされますね、法を聞くという。でその時にはやっぱりどちらかというと私が耳をそばって聞くんじゃなくて、仏様の声が向こうから飛び込んでくるという世界、これが浄土真宗の世界だ。先ほども申しましたように、私が仏様に近づいていくんじゃなくて、仏様が私のところへ今来てくださっている。私たち浄土真宗では親鸞聖人は南無阿弥陀仏という言葉ですね、南無阿弥陀仏という言葉が仏様の呼びかけなんだ、こういうふうにお示しになります。私の声でありながら、その私の声は当然私が聞きます。自分の声というのが一番よく聞こえますよね。まあ、骨を伝わって聞くらしいですけど、他の人の声は空気を伝わって聞こえてくるんですが、自分の声は骨を伝わって聞こえてくるそうです。自分の声で言うのが、自分の声で聞くのが一番説得力があるという話があります。自分を説得するためには自分で自分に言い聞かせるのが一番大事で、こういう話があるんですけれども、会社の新入社員ですね、会社の新入社員に自分の会社を愛する、愛社精神とかいう言い方が日本ではされますけれども、自分の会社を大事に思う、そういう気持ちを植え付けるためにはどうするのかというとですね、自分の出た学校へ行ってうちの会社を受けるように進めてきなさいというそうですね。自分の出身の学校へ行ってうちの会社を受けるように、うちの会社へ来るように進めてきなさい。でその時に進めに行くんですけれども、まあ一人ね、その自分の会社へ受けに、試験受けに来なさいとかね、自分の会社へ入りなさいということを進める時に悪口は言いませんですよね。ね、悪口言ったら誰も来てくれませんですからね、いい話をします。うちの会社はこんないい会社だという話をします。でそれ言ってるうちに自分がその気になってくるそうなんですね。うちの会社はいい会社だというふうに、そういう気持ちになってくるそうです。でそのよくですね、映画とかですね、あるいは、まあ、歌でもありますけれども、女の人というのはね、女の人というのは例えば男性に対してね、私のことが好きだったらちゃんと口で言ってとか言うでしょ。ちゃんと口で態度だけではわからない、ちゃんと口で言ってと。その話をね、自分の声で言ったことが一番説得力があるということを聞いたときに、あ、女の人は賢いんだな言ってるうちにその気になってくそういうこと、言ってるうちにその気になってくる、そういうことのようでありますけれども、で自分の声なんですが、親鸞聖人は自分の声だけれど、言うときには自分の声だけれど、聞くときには仏様の声だと、こういうふうに親鸞聖人はおっしゃったんですね。言うときには自分の声、南無阿弥陀仏というときには私の声、しかし私の声が聞こえるわけですけれども、聞こえたときには仏様の声、こういうふうに親鸞聖人は私たちに教えてくださいます。そして南無阿弥陀仏を聞くということは、これは仏様がなぜ願いを起こしたのかということを聞くんだ、こうおっしゃるんですね。仏様がなぜ願いを起こしたのかを聞くんだ、まずそうおっしゃいます。で、これも何年か前ですけれども、カナダのキャルガリーというところで国際神宗学会という学会がありますね。
ちょうどその時にそこにおられる藤川先生に大変お世話になったわけでありますが、そのキャルガリーというところで国際神州学会があった時にこういろいろとこうパネルというような形でこういろいろ話をしたわけです。でその時にこうフロアから質問が出ましてね、阿弥陀様という仏様、いろいろ話を聞かせていただきますと、キリスト教の神様とあまり違わないように思いますけれども、どうなんでしょうかという、こういう質問を受けました。で、まあ、私がどう答えたのかと申しますとですね、まず私はキリスト教の神様についてはあまりよく知りません、ね、専門家じゃないですからね、あまりよく知りません。しかし聞くところによりますと、キリスト教の神様が私たちを作った、でキリスト教の神様が私たちを作った、まあ、まず最初にアダムとイブを作ったと。でところがアダムとイブは神様の言いつけに背いたんですね。神様がリンゴは食べてはいけないとこう言ったのに食べたんだ。で結局エデンの園から追い出されたと。でこれが私たち人間の罪だ、まあ、こういう話を聞いたことがあります。で私たちから言わせますとね、そんな言うことを聞かないようなものを作った神さんが悪いんじゃないかってそういうのを思ったりするわけですよね。初めからあんたが作ったんでしょう、あんたが作ったもんが罪を犯したんだったら罪を犯さないように初めから作ればいいのに、言うことを聞くように作ればいいのにと、まあ、思ってしまうんですね。まあ、これはキリスト教の人にこういう話をすると怒られるでしょうね。そんなものじゃないんだときっと言われると思います、きっと言われます。でところが実は阿弥陀様は私たちが作ったんです。つまり阿弥陀様という仏様はですね、自分の力では決して正しいものの見方ができないもの、いくら頑張っても正しく物事を見るというそういう目を身につけることができないもの、そういう目を身につけることができないから苦しみを繰り返しているもの、そういうものがいるから何とかしないといけないと思って願いを起こして、この者たちを何とかして正しく物事を見る目を身につけさせなくてはいけない、そのために阿弥陀様という仏様になられたんだと。しかも親鸞聖人はですね、そういう願いを起こされた、自分の力では正しく物事を見る目を身につけることができない、そういうもののために阿弥陀様は願いを起こしたんだけれども、自分の力で正しく物事を見る目を身につけることができないものとはつまり私なんだというふうに親鸞聖人は受け取られたんですね。私のために願いを起こして阿弥陀様という仏様になられたんだ、こういうふうに親鸞聖人は受け止められたわけです。まあ、お経によりますとね、仏説無量寿経というお経にはですね、昔々ですね、昔々さまざまな仏様が出られて、そして世事在王仏という仏様が出られた、その時に一人の国王が国も捨てて王の位も捨ててお坊さんになって法蔵と名乗られて世事在王仏という仏様のところへ行かれた、そこで願いを起こされたと、こういうふうにお経の中には説かれてあります。そういうふうに説かれておりますけれども、その法蔵という菩薩が、法蔵と名乗られたその菩薩が願いを起こされたというのはです、昔々法蔵という菩薩がおられて願いを起こされたと聞くんじゃなくて、今ここにいる私のために願いを起こしてくださったと聞くんですね。昔々という昔話を聞くんじゃなくて、今ここにいる私のために願いを起こしてくださった、こういうふうに聞かないといけないというふうに親鸞聖人は教えてくださいます。同じ話を聞くにしてもね、人の話として聞くのと自分の話として聞くのとではこれ大違いなんですね。人の話として聞くのと自分の話として聞くのは大違いであります。まあ、こういう例え話がありますけれども、あるところにですね、とにかく自分の持っているものを自慢する人がおりました。自分はたくさんのものを持っている。
あそこの田んぼも私の田んぼ、こっちの田んぼも私の田んぼ、あっちの田んぼからは毎年お米がこれぐらい取れる、こっちの田んぼからはもっともっと取れる、あっちの山も私の山、こっちの山も私の山、あっちの山では今ヒノキを植えている、まあ、日本ではヒノキというのは非常に木が高く売れますからね、あの木がそろそろ、倒して売る時期になったけれども、あれ全部売るとこれぐらいのお金になるというようなことをですね、会う人ごとに自慢する人がおりまして、ある時その人がですね、まあ隣と言いましても田舎のことですからだいぶ離れているんですが、隣の家に行ってやっぱりこう自慢を始める、あそこの田んぼもうちの田んぼじゃ、あの山の向こうの田んぼもうちの田んぼじゃ、その田んぼからこれぐらい米が取れる、あっちの山もこっちの山もみんなうちの山じゃという話を始める。でまあ隣の人はほんほんそうかそうかというふうに聞いてたわけですね。だんだん話がこう変わってきましてですね、ところで、お前ところの息子とうちの娘がどうも仲良くなってる、付き合ってるようだ、まあうちの息子娘のお腹が大きくなる前に結婚させようと思う結婚させるについてはあそこの山とこっちの田んぼを娘につけてそして結婚させようと思う、まあ、そこまで来た途端にちょっと待ってくれ、もう一回話してくれ、どこの山だってどこの田んぼだってどれくらい木が生えてるんだってということを聞くようになる。それまではね、人の財産ですからね、どうでもいいわけです、どちらでもいいわけです。自分のものになるとね、これはやっぱり気になってまいりますね、詳しく聞きたくなるね。阿弥陀様の願いでもそうなんですよ、人のための願いだったら右の耳から左の耳へ抜けるんですけれども、今ここにいる私のための願いとして聞くときにはですね、やっぱり聞き方は変わってきます今ここにいる私のための願い、そういうふうに聞きなさい、そして今ここにいる私はどういう私か、自分の力では正しく物事を見ることができない、そういう私だと、この私のために正しく物事を見る目を与えてくださろうと、そういう願いを起こしてくださったのが阿弥陀様だというようにまず聞くわけですね。これが一つで、もう一つはですね、この阿弥陀様の願いは何のために起こされたのかということをまず聞きなさい、そしてその次に起こされた願いはどうなったのかということを聞きなさい、言われるんですね。願いというのはね、あくまでも救いたいという願いですね。正しく物事を見る目を持っていない者に正しい物事を見る目を身につけさせるという形で救いたい、あくまでも救いたいという願い。私たちもね、何々したい、何々でありたいという願いだったら誰でも持つことができます。よく言われますのが、まあ、日本では子供の名前というのは親の願いがそこに組み込まれている、親の願いがそこに反映されている、こういうものになってほしいという願いを、親の願いというものが名前に込められている。後で怒られるかも分かりませんがね、私のワイフはですね、久美子という名前ですね。久というのは久しいというですね、身は美しいという字ですね、ずっと美しいというそういう名前なんですけれどもね、ずっと美しいという名前ですから、まあ人間は無理ですよね、ちょっとねずっとというのはちょっと無理であります、まあ、しかしそういう親の願いが込められている。まあところがね、私たちの世界では親の願いというのは大体裏切られる、大体親の願いは裏切られる運命にあります。もうこれはね、順送りです。まああの、まあ、例えばね、最近の若い者はというようなことを皆さん方言ったことないですか。最近の若い者思ったことないですか。ところが実はですね、3000年前のピラミッドの中にそういう言葉が書かれてある、最近の若い者はずっと順遅れです。ずっと順、私たちも若い頃は
最近の若い子言われたわけです。だから親の願いを裏切られるというのもずっと十目です。私も親の願いを裏切ってきました。私も子供たちに願いを裏切られている。子供たちも多分自分の子供に願いを裏切られる、こういう順送りになっていきます。で、そういう私たちの願いはそういう意味ではなかなか願い通りにはならない。で、先ほど申しましたように、まず阿弥陀様はなぜ願いを起こしたのかということを聞く。次にその願いはどうなったのかということを聞く。つまり自分の力では決して正しく物事を見る目を身につけることができないものに、正しく物事を見る目を身につけさせてやろう、そういう願いを起こして、その結果どうなったのかというと、正しく物事を見させる、そういう働きを持ったものを完成された、そういう力を持ったもの、正しく物事を見させたという願いが正しく物事を見させる力となって完成したというふうに言うことができます。その正しく物事を見させる力というのがどういう形で完成したのかというと、南無阿弥陀仏という言葉となって完成したんだというふうに言われます、親鸞聖人。ですから南無阿弥陀仏というものが、先ほど申しましたようにお念仏するときは私の声なんですけれども、聞くときには如来様の呼びかけ、必ず私が救うから私に任せなさい、そういう呼びかけなんですね。私たちは今の命が終えても次はまた迷いの命を受ける、次はまた命を、苦しみの命を受ける。人としての命というのはまだ楽しみもあれば苦しみもある、しかし命によっては苦しみばっかりの命というものもあったりする。そういうもの、そういう繰り返しが断ち切られるために、今の命が終わって次命を受けるときには、それこそ 100% 完璧に正しく物事を見る目を身につけることができる、そういうものにならせる、そういう力が南無阿弥陀仏という、そういう姿をとっているんだというふうに親鸞聖人は教えてくださるわけですね。その南無阿弥陀仏ということについてですね、こういう例え話をなさった方がおられます。私の先生の先生なんですけどね、私の先生の先生ですから古い方です。で、古い方ですからね、例え話も古いです。まずこうおっしゃいました。ラジオのスイッチをひねると声が出てくる。こう今のラジオスイッチひねらないですよ、押しますよ、ね、スイッチをひねると声が出てくる。なぜかというと、それは電波が飛んできているからである。電波の届かないところでスイッチをひねっても声は出てこない。スイッチをひねると電波が飛んできているからこそ声が出てくる。じゃあスイッチをひねった時に電波が飛んでくるのか、そうじゃない。電波はずっと飛んできている。スイッチをひねった時に声が出てきて、あ、電波が飛んでいるなということがわかる。で、お念仏もそれと一緒じゃ、こう言われるんですね。お念仏、私の口のスイッチをひねるとお念仏が出てくる。お念仏が出てくるというのは、阿弥陀様という仏様の働きが私のところまで届いてきているという証拠じゃ。で、スイッチをひねってお念仏するときだけ阿弥陀様の働きは私のところへ届いてくるのか、そうじゃない。阿弥陀様の働きというのは1日24時間1秒も休むことなく私のところに届いてきている。それがたまたま私の口のスイッチをひねったときにお念仏の声となって出てきてくださるんだ、こういうお話をしておられました。いつもいつも私たちは阿弥陀様に見守られている、阿弥陀様に働きかけられている、そういうお話を聞かせていく場所がお寺だと、こういうことで、ございます。30分ほど経ち
経ちましたので、今日の話、それで終わらせていただきたいと思います。